こんにちは、三宅村です。動画をご視聴いただきありがとうございます。1月も半ばを過ぎまして、今我が家はですねプチ引っ越し中というか、あっちにあるものをこっちに持ってきたりとか、この部屋のレイアウトをこう変えたりとかですね、機材とかも久々にこう開けてですねチェックしてみると、あ、これ懐かしいなとかね、これはちゃんと修理していつも使いたいなというようなものとかですね出てきたので、まあこういったものも後々の動画でね紹介できたらいいんじゃないかなと思います。まあ少しずつはやっているんですが、問題はですね、この今僕の部屋にはですね天気が悪いので自然光が全く入ってないんですよね。でこの上にもライトがないので、ライトを買いに行こうかなと思います。リビングもそうなんですけどね、我が家あまりライトがなくてですね、まああまり明るい部屋が好きじゃないというのもあるんですが、この部屋はですねちょっと照明をつけようかなと思います。じゃあまた IKEA に来てしまいました。 IKEA ベーカリーなんてあるんだ。ケアベーカリー、チーズパイ美味しそうだな。このショコラとかも美味しそうですね。オリジナルドーナツの色。2階のレストランが激混みだったのでここでサクッといただきます。じゃあ80円のホットドッグを楽しもうと思います。奥さんは20円追加したのでトッピングか。20円で世界が変わる。180円でこれはすごいな。80円のホットドッグいただきます。ナイス、ナイス、うまい。結構うまい。僕はこの前これを組んだんですよね。ミニバル。こんな感じで。2メートル超えてる棚もあるので。組み合わせでね楽しくなりそう。照明ゲットしました。よいしょ。今回 IKEA で購入したのがラーナルプというシーリングトラックのスポットライトです。まあ、こういう感じでスポットライトの向きを変えられるので間接照明的に使えるかなと思ってこれに決めました。ラーナルプもいろんなシリーズがあるみたいですけど、僕はこの3連のタイプでカラーはホワイトを選びました。本体だけだと電球がついていないので別途こういったものを購入してみました。トロードフリーというリモコンキットで 5W の電球が3つついてます。これが実は本体よりも高くて、このリモコンで点灯消灯、色の切り替え、調光も可能で簡単なスマート照明なんですけどね、キットで売っていたので購入しました。本体を取り付けなきゃいけないんですけど、工具としてはプラスドライバーが必要になりますね。この部分を緩めて、
ということでですね、僕の部屋にもやっとライトがつきました。前回の動画でアップしたアンドアの LED ライトを今つけているので、結構明るめに映っているんですが、設置した照明の明るさは今一番抑えています。 5W の LED ライトとこのリモコンがついたセットで、このリモコンでね、こう今明るさを変えてみているんですが、これですごく明るくなったと思いますが、光量とかもそうなんです。色温度とかもある程度ね、変更することができるので、まあ撮影に合わせてね、調整していこうと思います。後ろの照明も棚もイケアですし、こんなにイケアで揃うとは思わなかったな。だんだんね、撮影環境も整ってきたので、音楽関連の動画も作っていこうかなと思います。ラムショーを開催してますよね。来年行きたいな。ということで、今回の動画は僕の撮影環境のブラッシュアップとしてライトをつけてみました。ライトはね、最初につけるものなんですが、僕はアメリカに住んだことがありまして、借りた部屋がですね、ライトついてなかったんですよね。海外ではそんなに珍しいことじゃないと思うんですが、間接照明だけでね、生活していたので、暗い部屋がなんか落ち着くんですよね。これまではね、リビングもこの部屋もそうなんですけど、明るい日の自然光で撮影していたので、暗くなるとね、なんかどうにも撮影ができなかったんですけども、これで夜も撮影できるようになったので、いいペースで動画を作っていけたらいいかなと思います。動画をご視聴いただきありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。ゆうきむらでした。バイバイ。